事故があったのは札幌北区の新川大橋です。午前7時ごろ、乗用車と軽乗用車など3台が絡む玉突き事故がありました。その後およそ10分の間に同じ橋の上で乗用車同士の衝突事故が2件続きました。この事故で1人が首の痛みを訴えて病院に搬送されました。当時路面は凍結状態で、警察はスリップした可能性があるとみて調べています。